今、世間を騒がせている紅麹問題。独特なネーミングセンスで有名な会社の製品で、健康被害が発覚。問題はその製品にとどまらず、日本中に大きな波紋を呼んでいる。今回はそんな紅麹問題がどのような進展を見せているのか、動画作成時点の最新情報も含めお届けする。体にどんな影響があったのか、何の製品に使われていたのかも含めて解説していこう。なお、現時点では詳細な原因までは特定できていないため、これから状況がどんどん変わっていくことが予想される。できる限り正確な内容をお伝えできるよう裏取りをしているが、万が一間違っている点などがあればご指摘いただけると幸いです。ほう、小林製薬、紅麹の、社二人目、入院70人。あかん。入院一気に増えたし、棒もじわじわ増えそうやな。つか人不全確定だから、棒宣告受けたようなもんなのがひどすぎる。これ早く卸先開示して注意喚起しないとあかんで。小林製薬の紅麹を使用したサプリメントを服用し、3月28日現在、命を落とした人は4人、入院患者93人だ。農林水産省では特設ページを設け、該当商品の使用中止や食品のリコール情報などを掲載している。また下中にある小林製薬や大阪府大阪市も、公式サイトを通じて使用中止を求めている。薬害エイズ問題ばりに大ごとになりそう。そろそろ紅麹サプリ飲んでないのに体調悪くなったから金くれっていうやつ出てくる。謎成分はまだ判明できないのかよ。どこに下ろしたかは企業様に迷惑かかるので公表しません。これアウトすぎるやろ、ユーザーの健康より取引先って。取引先はもちろん飛び火しまくりで迷惑かけまくりやもんな。意図的に薬品盛られた事件じゃないなら小林製薬以外全部被害者すぎる。腎臓が覚えてるわ。お前が透析になってからがスタートだぞ。入院者数も激増してるし、明日どうなるんやろ。さすがにここまででかい会社が潰れるとは思わんが、今まで積み上げてきたもんは崩壊したな。機能性表示食品の悪口はやめろ。これはスレミンの言う通りである。今回はあくまで小林製薬の紅麹の問題なのだ。一つ問題が生じると業界全体に風評被害が出がちなので、我々も冷静な判断が求められる。蓄積されたものなのか最近の製造の問題なのか。今日難航会に行ったけどちゃんとメーカー確認して違うの買ったわ。なんとなく体に良さそう、くらいの軽い気持ちで全く飲む必要のないサプリを無駄に飲むやつが多すぎる。言うてもコレステロール値下げるって歌って販売してたかんな。気をつけないかん値の人は明確な目的持って飲んでそう。この短期間でこれやと、これまでも気づかず、出るやつかなりいるんじゃねえか。本格的にヤバくなってきたな。小林製薬が卸したかもしれない紅麹を食べている可能性大なのに、公表しませんで済ませたのが信じられない。プロテインとか意味わからんサプリなんか、ちゃんとした食事取ってたら必要ない。金払って健康を害して得するのはご、を売ってる製薬会社。医薬品と違って健康食品とかサプリは規制ゆるゆるやからな。健康被害出ても厚労省の報告するシステムも義務もない。なんなら監督省庁が厚労省ですらなかったはずや。気がつかずのやつもっといそう。あと他社のもさっさと公表しろ。サプリならまだ自己責任かもだけど、パンやお菓子にも入ってるのは予想外よね。健康食品全部がうさんくさく見えてきたわ。なんたら成分配合とかそれっぽい言葉並べて売ってるけど、実は作ってる側もよくわかってないんじゃね。てか、何があかんのや。紅麹自体は悪くないやろ。菌が出す毒素はある。けど、現時点でそれも検出されてないという発表で原因特定できてない。ただ、紅麹っていろんなところで使われてるから、それそのものの毒性は無視できるものだろうね。紅麹の中にはシトリニンという毒素が生成されるものもある。シトリニンはカビによって作られるカビ毒で、腎機能に影響を及ぼすとされているのだ。だが小林製薬は、自社が生産する紅麹にはシトリニンは検出されていない。と報告した上で、これとは別の、意図しない成分が含まれている可能性がある。というのが現状までの流れだ。回収って医薬品だったら最高レベルの緊急事態なんやで。卸先公表してないの許されへんやろ。サプリだけじゃなく日本酒とか味噌とか関係なさそうな食品も出てきてて、まだ気づかずに食べてる消費者大量によるやろ。取引先は愚か、小林製薬関係ない紅麹使用企業にまで影響出てるのがほんまやばいな。健康食品は儲けボロいからな。まああんなもん疑ってかかった方がええ。まともな取引先はとっくに公表するだろ。もしこれから大手で名前出てきたらそこもやばい。腎臓って復活せんの？移植できるんじゃないの？腎臓提供者なんてそうそう見つからんで。腎臓の病に関しては、ある一定まで進行してしまうと回復することはないとされている。
最終的には老廃物の排出ができなくなり、人工透析や腹膜透析、腎移植などが必要になる。一日でこんだけ増えるってこれマジでヤバいんじゃないの？問屋はもちろんその先まで全部突き止められるのか。どんだけ時間かかるんだ。小林製のベニコウジ使ってないところは声明出した方がいいわ。じゃないと当分はベニコウジって書いてある食品が避けられる。ファンケルとか DHC とかサプリ作ってるところは風評被害受けやすいからか。うちは小林製薬のベニコウジは使ってません。って早速漏明しとるな。でも DHC のこれはもう売れんやろな。濃縮ベニコウジってもう毒物みたいに聞こえるわ。名前で草生えるわ。てわいもこれ飲んだけど何も異常ないよ。てかこれ今知ったわ。ロット違い？日経バイオテクの3月29日ニュースにはこのように記載があった。33ロット中、4ロットで不明のピークを確認した。と本誌の取材に明らかにした。ただそれ以上の情報はなく、現在も確認中だろう。サイレントで入れてる方が怖ない？特保、消費者庁長官の許可が必要。機能性表示食品、消費者庁に届け出れば事業者の責任で表示しておけ。特保も詐欺まがい商品だらけだけどな。塩麹は大丈夫なんか？麹がやばい。菌の種類が違う。米麹に使われとるのはオリゼイって毒を作らない菌やね。3年間継続購入の男性、ボートか出てきたんだけど。即発じゃないのかよ、冗談きついわ。まあ結構飲んでる被害者はいそうやけど、直ちに影響はないから賠償とかどうなるんやろ。サプリメントは様々な成分が凝縮されており、継続して飲むものだからこそ不安が大きくなる。ではサプリを飲んでなければ、関係のない話題なのか？次のスレでは例のベニコウジの流通量を見ていこう。小林製薬ベニコウジサプリ、未知の成分去年4月以降混入。サプリ向け 6.9 トンが流通先不明、被害拡大の恐れ。ベニコウジを原料としたサプリによる健康被害が相次いでいる問題で、小林製薬は、ベニコウジに混入していた未知の成分は去年4月以降に製造されたものに含まれていたと明らかにしました。もう一つニュースが貼られていた。小林製薬のベニコウジ成分入りサプリメントをめぐる問題で、健康被害につながる恐れが高い、未知の成分が一部含まれるベニコウジ原料 6.9 トンの流通先の全容がわかっていない。同社の取引先だけでなく、商社を通じて別の企業にも販売されており、各社は情報収集に追われているが、どこまで被害が拡大するのか見通せない状況となっている。サプリメントに未知の成分と聞くと、ゾッとする人も多いのではないだろうか。ネットニュースによると、健康に被害が出た人の中には、去年の7月以降に製造したものを服用していた人もいるという。だが一方で21年や22年にサプリを摂取していた人にも、被害が出ていたというニュースもある。ファイザー製薬だったら問題にならなかったのにな。これってつまりうちのベニコウジは無関係って主張しても証明しようがないってこと？コオロギ違うんやろな。未知の成分の仕分けができてるってことだよね。工場閉鎖から株価急落の流れが見事すぎるから、ユリストはインサイダーじゃないかって言ってるな。ビタミン剤にも使われてたたら大変だが、あり得る？今腎臓病気になれば被害者なれるん？健康オタクが美味しくいただきました。特保機能付きのち、精毒摂取サプリは新しいな。服用してないけど飲んだふりしてなんとか金引っ張れないかな。未知の成分って名前だったりする？暇なネット探偵のお前らならすぐにベニコウジを使ってる全商品をリストアップできるだろうが。日銀は ETF 処分して国民の命れよ。この毒物を官民学みんなでよいしょしてたんだよね。小林壺、6.9 トンあればエヴァミン余裕で全滅できます。厚労省仕事してないんだな。あれ？ 2021 年のを飲んでた人もなんかあったんぜ？3月26日のニュースでは、21年から購入していた高齢者が腎臓疾患で命を落としたと報道されている。赤3号、俺の時代がまた来たぜ。今頃文春が血眼になって調べ上げてるやろ。夜中の CM は小林製薬とバンテリンばっかり。国外への賠償は桁が違うからもうダメと。この時代で行き先が追えないとかありえるの。半年で、無とか、そんなの蓄積ダメージじゃなく猛毒じゃねえか。未知の成分って書くんじゃね。未知の成分イコール未知の効果を期待。なんかすごいものが生まれたのか。小林製薬マジで終わったな。小林、終わったな。ベニコウジではないが小林製薬の製品は多数愛用しているので、終わられると困ループ主である。この未知の成分をめぐって各国の思惑が交差し、核戦争が起こされるとは今は誰も思いもしなかった。どんどん、素毒サプリ。完全に人、治安。サプリで 6.9 トンって何錠だよ。流通先がわからないとかありえんのか？みんなサプリ飲んでるんだな。未知の成分って、保健所なり警察なりの公的機関で分析とかしてないの？
道の成分は結局、炭素、水素、酸素、窒素原子の集まりでしかない。販売先52社を公開しろ。3月28日時点の最新情報では225社と約4倍以上に増えた。厚労省のホームページに該当の会社名が掲載されているのでソースとしても信頼できる。気になる人は、回収命令の対象となった製品以外の小林製薬の紅麹と検索すれば出てくるので見てみよう。道の成分なんて世紀の大発見かもしれんな。工場が調査できないのがな。混入って言葉は適切なんでしょうか？道の成分ってなんやねん。すげえ大規模被害だな。これは小林立ち直れるのか？一種のバイオテロだね。道の成分を公表しない理由があるんだろうな。原料はどの国なんだよ。これあらゆるニュースのトップオブトップで報道しないとダメなのに、大谷の方が報道多いとか闇を感じてしょうがないわ。流通先が別の流通先に流してたらもう追えないだろう。当たり前やな。去年製造していた工場畳んだのも証拠隠滅なんだろうな。血糖値測定しながらの RPG で名作作るのに。なおも様々な憶測が飛び交っているが、しっかり原因究明して納得する説明をしてほしい。さて次は、そんな紅麹を使用した食品の数々を見ていこう。スレ内では様々な憶測が飛び交っているので、ウプ主が公式サイトを調べて補足しておいた。参考になれば嬉しい。画像、紅麹入り食べ物、判明。一致はとあるコピペを引用した。ヨドバシは成分で検索できるからヨドバシで紅麹で検索して調べとけ。ピザポテトにも紅麹が入ってるみたいだな。マジアン超有益情報、あんたヒーローだよ。Amazon で紅麹で検索し、ヒットした製品のスクショが貼られていた。超メジャーなカップ麺など食品がずらりと並んでいる、なかなかショッキングな画像だ。うわぁ、コンソメパンチが。僕のじゃがりこが、だ。テレビのニュースで紅麹が報じられた時中央に大きく映っていたじゃがりこ。それを受け、カルビーはこのような声明を出している。去る3月22日に小林製薬株式会社から紅麹原料による健康危害の開示がなされました。その後の弊社による調査の結果、同社製造の紅麹原料を使用していないことを確認しましたので、ご報告いたします。ピザポテトもたびたび話題に出てくるが、こちらもカルビー製品なので小林製薬とは関係ない。本当に良かった。じゃがりこやピザポテトがないとモチベが下がりすぎて動画が作れなくなるところだった。普通に言うの。そしてなぜかヨドバシの株価が上がる。問題はどれくらい食べたらヤバいのかよ。いろんなもんに入ってんだな。紅麹がではなくどういう理由で腎不全になったのか判明してるのか？特定のロットだけ健康被害とか言うから紅麹が全てアウトというわけじゃない。製造過程で異物混入だろ。日清は小林製薬製じゃないって言ってるけどどうなんやろな。ジャオチュールにも入ってるやんけ。先述した厚労省のリストには稲葉の文字はない。調べてみたら、稲葉ペットフード社もお知らせを出していた。弊社紅麹原料の使用状況のご報告。現状、弊社使用の紅麹色素につきましては、小林製薬株式会社が供給している関連原料と一切の関係はございません。ワンニャン好きとしてはほっとした。だが紅麹全般。海外での扱いはというと、日本向けのチュールマグロ、紅麹入り、海外で売ってるチュールマグロ、紅麹なし。海外では禁止だからな。海外でも紅麹サプリを服用した、健康被害が確認されたケースがある。詳細は不明だが、先述したカビ毒の影響かもしれない。なんでわざわざ分けるんだろなこれ、不使用で統一したらいいのに。世の中は紅麹でできていたのか。もっと情報出てくるまでとりあえず紅麹全般避けるのが安定だろ、なんでわざわざ今取る必要があんの。たらこ。うちは小林製薬の紅麹じゃありません、キリ。ってなってるけど、そもそも紅麹自体が使用禁止の国もあるんだからおかしいだろ。弱食目的で使うんだろ。紅要素どう考えてもいらない商品は何なの。虫も嫌だ、紅麹も嫌だ、じゃもう赤い食い物は諦めるべき。実際味に影響ないんだから赤くするな。でも赤いタコさんウインナーは食べたい、もぐもぐ。まあ正直よくわからんので今はなるべく避けるのが正解。幸い、いちご味、梅味、明太子味系はよっぽどじゃなきゃ食わん方がいいね。情報で揃うまで白飯しか食えないね。でも普通の社会人なら健康診断やるからそんなにセンシティブにならなくても大丈夫だよ。ね。普通の専用主婦、普通の自営業は健康診断、何それだぞ。もう紅麹は使用禁止にして世にある商品は全部回収すべきでしょ。小林製薬だけが問題とは限らないわけだし、健康被害が広がっては遅いんだから、すでに売られた分も含めてどれだけ費用がかかっても全回収しないと。ファミリーマートやイオンなども該当する商品の自主回収を進めている。またこの動画で名前が上がっているものもカルビーや稲葉のように公式が表明を出していたりする。
紅麹が含まれている製品を忌避するのは自由だが、闇雲にデマを広げないようにしたい。海外で禁止ってのは紅麹が作るシトリニンについてのこと。小林製薬の紅麹はシトリニンを作らないから別の話。最近食ったものが3つも入っててわろた。俺の好きな食べ物全滅やんけい。コレステロールを下げる働きがあるんだな。摂取量の問題？終わった。みんなさよなら。色素としてほとんどに使われてるんだな。まさか普通の着色料の方が安全とはしにく。うちは着色した福神漬けとか絶対買わない主義だったからな。味の素もやばいんでしょ？中国からの輸入だったの？中国でおっさんが真っ赤裸でキムチの中に入ってキムチかき混ぜてる動画あったじゃん。昨日赤いキツネ、おとといチリトマ食ったわ。うまかった。マルちゃんでおなじみ東洋水産は、今のところ公式サイトでお知らせは出していない。一部商品に確かに紅麹と記載はあるが、厚労省のリストには記載がないのでおそらくセーフだろう。1. 紅麹色素とは別物。2. 紅麹すべてが悪いのではなく小林製薬の一部のロットがダメなだけ。商品の原材料名表示に小林製薬の紅麹って書かれてるわけじゃないので今のところどうしようもない。色素はともかく紅麹本体使った食い物は当分避けるしかない。どういう食い物がそれに該当するかも全然知識ないけどな。お前ら自然派ママ目指してるの？自然派ママ式。紅麹関係なく体壊しそうなラインナップでわろた。どうせなら食ったらゾンビとして復活するくらいの強い麹菌とか開発しなよ。脳に寄生して新薬活動を行う麹菌とかさ、ミュータンとかしてオプテックブラストが止まらなくなる麹菌とか中途半端なんだよな。まず、紅麹が全部有害なわけではなく、小林製薬の紅麹に原因ロットがあるということ。そして、紅麹色素は有害ではないということ。1の画像は紅麹色素を含む商品が表示されてるから何の意味もない。こうした冷静な判断が何よりも大切だ。それこそ紅麹と書いているだけで風評被害につながりかねない。サイトにも記載がなくてどうしても不安な人は、直接問い合わせてみるのもありだ。検索結果、1470件なんかの機械で1回は口に入れてそうだな。小林製かわからんけど。ことがはっきりするまで個人的に避けるって判断なら好きにしたらいい。みんなさよならこんな形で、ぬとは思わなかった。今のところは小林製薬の特定ロットのみの問題だけど、特定の条件で普遍的に道の毒を賛成するってなったら全部の紅麹が規制されかねない。気にしすぎだろ。やばいのはサプリ飲んでるやつだけだよ。めっちゃ食ってる僕。僕、じゃうの。どのような食品でも過剰摂取は、体に害を及ぼす可能性がある。それは天然の食材や、昔ながらの食品であっても同じだ。特にサプリメントを長期服用する人や持病のある人は医師に相談してみるのがいいだろう。さて次は、紅麹について日本と海外の認識の違いを見ていこう。日本、象徴、紅麹色素は危険と言われているので海外に輸出しないで、日本国内では、ご自由にどうぞ。これ。日本では、昔から使ってて無害なのはわかってる。ただ、麹菌の類には危険なやつもいて、海外の知識がない人たちでは判別が難しいんだよ。無害なのに自主回収したの？特定のロットに有害なものが入ってたとかなんとか。紅麹は中国台湾は色々使ってるだろ。チャーシューの赤色は本来は食紅じゃなく紅カスだと思う。今でも使い続けてる台湾は人口透析世界一だけどね。2位が日本。え、マジかよ。腎臓に悪いとか聞いたこともないが？俺だってこの事件まで知らんかったわ。海外では、紅麹を危険物扱いしている国もある。EU 諸国では厳しい基準値を設けていたり、紅麹を含んだ食品や薬品の売買を違法と定めている。見た目ばかり重視するから添加物たっぷり。醤油だって輸出が難しいのに。代わりに現地で採れる食材で醤油作ってる日本人がいるみたいだね。アミガサタケを素材にしてるらしい。食品添加物の色素って、特に必要ない要素だろ。これから見直せよ。見た目のために毒を食らう必要ないだろ。カップ麺とか紅麹色素入ってるのばっかだよな。カップ麺、お茶漬け、ふりかけ、パスタソース、ジャム、明太子、スナック菓子、チョコレートいちご味、パエリアの素、カニカマ風かまぼこ、鮭フレーク、カルパス。他スレで確認したのだけでこんだけあった。毎日食うもんじゃないし摂取量の問題。めったに口にしないものばかりだった。ふざけんなよマジで。添加物気にしない人なら毎日何かしらのものに入ってて摂取してそうだね。昨日スーパーでカップ麺見たけど、かまぼことかの具が入ってるやつには紅麹色素が入っててバターコーンだけのラーメンには入ってなかった。人類削減化ははかどっているようだな。くっくっく。よかった、日本では安全なんだね。日
本の添加物めちゃくちゃなのは昔からだからな。米国もそうやけど、諸外国は有機が日本ほど高額でないから取捨選択ができるだけの話。日本ではオーガニックは高額なので、ほぼ農薬まみれ&添加物入りになるだけの話。それでも寿命も健康寿命も世界トップレベル。つまりそういうこと。EU も紅麹を規制してるけどカニカマとかフランスで人気なんだろ？どうしてんだろ？こっちにいる色素でもパプリカ色素でも紅麹色素じゃないとできないってことはない。まあ東アジアじゃ数百年来おなじみの色素だから抵抗感は全くないだろうけど、他の地域はね。おフランスのカニカマは青いからな。痛い痛い病、水俣病、アスベスト、薬害エイズ。日本の食品公害として昭和に起こった金見湯症事件や森永ヒ素ミルク事件も有名だ。令和の事件として名前が挙がる可能性も出てきた。11月以降含み損が減らないという事実、少し上らせんが。とにかく日本は対応が遅い。健康被害が出たらすぐ禁止にしろ。その意図を察しろよ。甘酒もダメか。塩麹もカビだよね。普通の麹はアスペルギルス属で、モナスカス属の紅麹とは全く別物。この事件で知識増えたわ。紅麹が使われているふりかけを毎日食べているけど、少量だから大丈夫だよね。でも紅麹使わなくなったら貝殻蒸しつぶして取れる赤色の色素使うんだよな。日本は健康より見た目重視だから添加物ゆるい。実験国日本。日本は古来から紅麹で一定数被害者が出ていたのを無視してきただけだからな。学習しないんよ。紅麹使ってる酒があるんだがあれもダメなん。着色に使ってた宝酒造は回収してるな。あと紅麹の甘酒はどうなるんだろうかね。ひな祭りに紅白の甘酒売ってたりしてるからな。日本の企業の製品やサービスは安心安全。ほんと日本の公務員はダメすぎ。日本はほんとこういうの多いよな。他国ではとっくに禁止されてんのに日本ではオッケーってやつ。それで長寿なんだからな。血糖値下げるだの血圧下げるだのジジババは薬漬けだからな。健康寿命だと日本は世界何位になるんだろうな。管つけて無理やり生かすって例のやつ日本以外だとあんまやらないと聞いたこともある。ネットによると、2023年の時点で日本の健康寿命と平均寿命は世界一とのこと。ジュールはペットの寿命に直結するから全回収しないとまずいだろ。小林製薬のじゃないって書いてなかった？まあ紅麹自体やばいからね。ここ読んで口なしがやばいって初めて知った。栗きんとんもう食べられない。国の責任も問われるな。海外で輸入が禁止されているもん使い放題だったのか。厚労省何やってんだ。自主回収とか消費者庁とか厚生労働省が仕事してないだけだな。消費者庁や厚生労働省といえど、莫大な食品を一斉に対処できるわけではないだろう。自分の身は自分で守るのが一番。必要以上に焦らず、騒がず、冷静に見極めていこう。続いては健康食品全般に関するスレだ。その名の通り健康になりたくて摂取しているのに、逆に害を及ぼしてしまう事情とは？健康食品を毎日摂取して不健康になる奴が激増。日本肝臓学会が10年ほど前に、民間薬や健康食品など、病院でもらった薬ではないものによる薬物性肝症の調査を実施しました。薬物性肝症とは、文字通り薬などを摂取したことにより肝臓がダメージを受けることです。この調査の結果では、多種多様な原因があったのですが、原因の中で一番多かったのがウコンだったのです。ウコンによる薬物性肝症は全体の 24.8% とダントツで高い結果となりました。これを受けて、肝臓専門医の間で、ウコンに気をつけた方がいいという認識が定着したのです。浅部さん、参考。ウコンに関して日本医師会の公式ホームページには、食事中に含まれる量であればおそらく安全と書かれている。おそらくとはなんだ、と突っ込みたくなるが、摂取の仕方では消化器に影響を及ぼす可能性があるとのこと。基礎疾患がある人も要注意だ。毎日しじみとアサリ食ったらあんた、ぬわよ。健康のために晩ご飯抜いてサプリ飲んでるの、真剣。健康オタクとかいう不健康。どんだけウコン食ってんだよ。ウコンの力を毎日常用の数倍から数十倍レベルか。赤目毎日食ってる。二日酔いの肝臓には水が最強。アルコールを分解するのに肝臓は大量の水を使うからな。酒飲んで寝て目が覚めたら喉が焼けつくくらい乾いてるだろ。あん時に水がぶ飲みして小1時間ばかり寝たら通常に戻る。よく酔っ払いに水を飲めって言うけどあれは理にかなってるのか。ほんそれ。まず飲み終わったら点で水もらう。その次に糖分でラーメンでも食う。翌日のだるさが全然違う。でもウコンの力を毎日1本ずつでこうなるとは思えない。生ウコン仕入れてどっかに入れて食ってるんだろ。もうやっぱ健康のためには生まれてこないのが一番だよな。一日おきでいいのよ。
水銀舐めてた時代もあったわけだし、まあいいじゃん。マジかよ、カレー食えねえじゃん。毛根に栄養を与えたいのですが、畑の作物を大きく育てたいなら間引きしないと。自然にあまり摂取できないものを大量に取るのは基本ダメでしょ。丸々の働きが良くなるってその期間を酷使することでもあるんで。好きにさせてやれよ。プロテインもかなりヤバいと思う。平日はフルグラと米で過ごしてるのもここにいるぞ。健康のためなら、でも構わない。本末転倒すぎて草。サプリ飲み始めてから過剰摂取には気をつけるようになったわ。体が欲するものを都度適量食えばいいんだよ。あれこれ悩んだり我慢してストレス溜める方が体に毒。エビオスととろろ昆布、カレー粉とウコン粉コンソメをお湯で溶いたカレースープ。こんなもんかな、悪くないぞ。マルチビタミンとカルシウムは取ってるな。これももちろん過剰摂取は負担になる。コエンザイム Q10 とか DHA とかは取らなくていいかな。DHA はサプリより魚で取る方が効率いいし、コエンザイム Q10 はお腹が緩くなるくらいで意味ないよ。ウコンが危険ならインド人はどうすんだよ。がん検診受けてがんになるやつが急増。言い方次第で印象が大きく変わる例である。異物は腎臓に負担かけるからな。健康体ならできるだけサプリなどの異物を摂取しない方がいい。インド人にとってカレー、スパイス類って日本人にとっての味噌とか醤油みたいなイメージなんだけど違うのか。マサラはカレーじゃない、ただのスパイス。インド人にとっての醤油はバターやチーズ。通過下痢とかそういう話で言うなら、自炊とかして真面目にやってるよりコンビニ弁当とかマックのハンバーガーとかジャンクなものばかり食ってる時の方がモリモリ言う子が出るんだが、どうなってるんだろう。自炊して野菜炒めとか食べると便秘するんだよね。どうなってんだろ。サプリは足りないなと思った時に飲めばいい程度。常用すると肝臓やられる。食品の中には継続して食べないと効果が期待できないとされているものもある。だがサプリメントはサポート要因として見るべきかもしれない。食べたいものを食べるのが健康にはいいよ。精神的に楽だよ。毎日納豆食えば健康になる。アーモンドを1日20粒食ってる。ナッツ系は突然のアレルギー発症も怖い。コレステロールなら週に2回青魚食う方がいい。サプリもいいけど水分摂取をするときになるべく左右で取るようにすると体調がすこぶるい。体に足りないものは食べたくなるようにできてる。健康食品を気にするやつはその時点で何かしら体に違和感が出てるやつ。確かに基本的に日頃食べ慣れた食事を続けた方が調子がいい気はするな。薬やサプリもたまに飲むくらいの方が効くのかもな。去年9月にいろいろ飲んでしまって経験したわ。内臓入ってきたものは全部処理しようと頑張るから負担かかりすぎて体調悪くなる。肝硬変の予防には運動がいいみたいだからこれからジム行ってくるわ。これたくさんいそう。糖尿とかマジ危ないと思うんだけど。俺サプリとか飲むと適面に小便が臭くなる。独特のゴムのような匂い。あれは肝臓からの悲鳴。飲みすぎてもそうなってた。そらまあやってることはリンゴしか食わないダイエットみたいな単食しかしてないから不健康になるわな。ビオフェルミンも飲み続けると腸内細菌が自分で発達しなくなるかな。腸を甘やかすことになるかな。別に食べたくて食べてるわけじゃないんだよ。副作用確認できたら取りやめる時もあるさわな。数日に一度くらいでいいんだよ、サプリ類なんてさ。マカ、亜鉛とマルチビタミン、シジミエキス飲んでたら水臓数値、アミラーゼが超異常値になった。飲むの止めたら治った。どれが悪いかはわからん。みんないろいろ飲んでるな。ついでだからお前らの飲んでるの教えてください。今頃栄養補助食品進めてるのは商売っ気たっぷりな感じ。基本は快眠会食快便プラス運動に尽きるから栄養は普通の食品から取る方がいいよ。ほんとこれ。取るより、出すもん出す方が大事よ。すべてはバランスだからね。まさにこの一言に限る。だが中には体調の改善に苦労する人もいる。病気が隠れている可能性もあるので、医師に相談してみよう。健康食品に頼る脳と精神が不健康。プラシーボで効果出たりするんだろ？すごいね人体。昼飯、キャベツ、ヨーグルト、サラダチキン、水2リットル続けてるけど、健康で体重マイナス12キロできたぜ。なんでもほどほどのバランス中が一番。亜鉛のやつわかってる。亜鉛は髪にいいらしいから。食事経由は良くても、サプリ経由は危ないか。なぜそうなるのか突き詰めてないなこれ。サプリも含めて食品のバリエーションがとても豊かになった現代。天然のものが絶対とは言えないものの、過剰摂取は健康被害を引き起こす可能性もある。ここぞという時にだけ、サポート食品に頼ってみるのもいいかもしれない。紅麹も、ウプ主も含めてきっとどこかで口にしているだろう。健康被害が出ないことを願いつつ、次の続報を待つしかない。体調を崩された方の一日も早い回復と、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんはサポート食品を使用したことはありますか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。